今回は吹雪がいなくなったの結構痛くない？に対する読者の反応を紹介します。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではどうぞ。多分逃げ若党の中で一番強いのこいつでしょ？見ろこの総合値をとてもノーマルランクだとは思えない。Rレアぐらいはは確実にあるまんま食べないとデバフ食らうけど、スレイは5万越吹雪。多分どころか総合トップ10に入ってるぞ。改めて見ても政治82の異常な高さがわからん。いくら足利学校出身のエリートとはいえ、現役守護や地頭の小笠原殿や証言より上なのは不自然だし、吹雪自身も知力特化で政治的な駆け引きは雫の方が一枚紙手って描写があるのに。もろ冬ありきのステータスだからじゃないかな。この後やること考えれば、低いと違和感あるし、もろ冬になった後のステータスならわかるのよ。ただこれはあくまで逃げ若党の吹雪のステータスなのよ。時行が中仙台中にステータスが変動したように年代で変わるもんとして設定はされてるし、吹雪は変えるつもりはないってことだろう。最初から最後まで主人公一派にいるにしては、初期ステータスが高すぎる。他メンバーは更新ありそう。だな、次にステータスが出るとしたらもろ冬状態で出そう。総合値とレア度は比例するものじゃないから、捨てが高い代わりに高氏とのマッチングで確定裏切り入るから N ということかもしれん。でありてはその時代における重要度だからオリキャラ時代は低いのは当たり前。もろ冬化したからだいぶ上がるかも。え、そうだったの。情弱体温おかしくね。こいつの助力で倒せた敵を考えたら SSR でも生ぬるいよ。鎌倉にたどり着くどころかしなのを出れたかすら危ういぞ。苦逆人も吹雪発案だし、こいつ絶対 RPG の裏技で序盤から入手して無双する生ハゲタイプだとか言おうと思ったのに、歴史での重要度でランクが決まるのね。今はちゃんと S ランク生ハゲになれたかな。捨てが史実武将レベルで高いのある意味伏線だったんかな。史実武将の一人だからまあ捨ては高いよねっていう。これも伏線か。証言えぐくて草生えない。山吹鬼じゃん。よくよく考えたらあの一騎打ちでの勝利も逆陣も全て吹雪のおかげか。やばいじゃん。今の若怠慢できるかな。不安なや。この時点で勝てるわけない。ステータスすぎる。証言とのは基本捨て6070にしてた方が、凡庸な能力が南北強敵性によってバグ上がりしてる強敵キャラにできたかも。それだと悪党時代の部下とか死に際に領民の娘を思いやることなさそうだし、適正スキルロスとしか勝っても強いって二度味のするキャラにはならなかったかな。かん。ちなみに参考程度のかっこいい童貞おじさん。総合値もだけどスキルが無難に強くて扱いやすそう。武士にゃんだなこや。源氏物語読んでムラついてるのか、現代でロマンが読んだら武力の上げ幅やばそう。代わりに入ったのがポンコツクソ天狗だしな。天狗か依頼があれば武闘面ではトップクラスになるのに。生サムネさん作ってくれないかな。吹雪の代わりに椎名さんが入ってくれる。現場何気に一番すごいと思うはどこでもやってけるのに。あの時代に行きたい場所で働くという自由スタイルをすでに掴んでる。身代わり節屋だから忍者の始祖とかになってほしいな。現場は地味にチートだからな。馬川さんの陣地燃やしたりかく乱したりやりたい放題。吹雪すれだから吹雪の話もすると、うんこ会は吹雪のアドバイス。現場は200年後の子孫に至るまで北条に仕える筋金入りだからな。風間はもともと風間姓。あまりにも無理ゲーだからお助けユニット枠があって、最初はそこに吹雪が入ってて、それがアッキーに変わった感じだな。老頭の中じゃ一番飛び抜けてたからな。ほんとだ、吹雪強えな。ただよしくらいなら余裕でひねり潰せるだろ。向かい合って用意どんなら倒せるだろうね。キモい笑い方の二刀流マンを倒したのも吹雪、証言を倒せたのも全て吹雪の助力あってのこと。今川の暴れ馬を止めたのも吹雪の策。今更すぎるがめっちゃ偉大な男だなぁ。秋家殿との絡み見たかったなぁ。もう叶うことはないだろうな。なんなら諏訪全土落とされてもおかしくなかった。味方キャラで慢性飢餓でバランス取ってた思う吹雪と籠城戦とか絶対したくないし、そんでもろ冬だと飢餓が原因でイビル城みたいなバフかかってるんだろうなぁって思う。腹減るたびに筋力減るってあるのが気になるんよなぁ。空腹の時の吹雪は個人的には修羅の裏が見えるんだけどなぁ。まさか気がいびるパターン。筋力だけじゃねえ、全能力下がるじゃねえか。なんだこのデブ。最終的にどうなるか決めてるんだろうけど、どうなるんだろう。負の感情を極力排除して進めてるから敵のまま終わりってことはないと思うが、史実通り自害と気雪自身な逃げ若党の誰かに撃たれるに改変。影武者や死体でごまかして逃げ若党に復帰あたりか。一番下はやってほしいけど嫁さんも養子もいるし実現度低そうという。3番目を期待してるんだけどね。予想つかないよな。
3番目がいいと思ってるけど妻子いるらしいからそこどうなるかよ。あと洗脳されてる間にマジで取り返しのつかないことやらかさないか心配。俺歴史全然知らないから不安なの。そのくらいは味付けの程度で改変できるからわからんし、北畑線以降は洗脳解けてるけど操られたふりしてスパイしてるとかもありかなと思う。お面壊してもろ冬としては死んだと言って帰ってきたら良いなぁとは思う。あんなに一緒だったのにもう戻れない展開ありそう。若が再会した時、高氏から振り向かせれるくらいのカリスマ成長してればワンチャンかな。だからバッドエンドで終わるんですよ。史実通りだ。問題ない。松井先生なら良い感じにしてくれると信じてるぞ。だいぶ時が経って自殺だから多分厄介なイベント挟んで正気に戻るぞ。多分吹雪があのままいたら食費で大変なことになるぞ。成長した分食べる量も増えるだろうから。もし仮に一緒に潜伏生活してたら申し訳ないけどすごい邪魔になりそう。だからうまい飯を大量に用意できるモロナオと相性自体はすごく高いんだよな。吹雪いなかったらこいつで積んでたりして。吹雪とか夏とかやけにモロナオとの因縁積み上げてるけど何かイベントあるのかね。モロナツってそんなに影響ある？夏現場の子供だとしてもあと2年で生まれるから来年には仕込まないとだぞ。俗滅されされるときけなげなショタ可愛い以外の存在意義ないからわざわざ登場させる必要ないと思うんだけど。モロナツじゃなくて単純に夏がモロナオの元配下だから因縁があるってことでしょ。18話し夏とは書いてないよ。そういえば先走ったわごめん。一部の大ボスが忠義なら今回はモロナオだろうしそこら辺整備してるんじゃない。老頭やってた三浦八郎がモロナオを暗殺したやつ説あったしその辺で繋がったりして。実際吹雪は戦略武力もいけると一塊で動いたら小次郎やら若雫のやること取っちゃって、二部のは形成長した後も頼ってたら成長が感じられにくくなるとか考えられての離脱なのだろうか。初期のお助けユニット的なポジなのかな吹雪。最初からもろ冬にする構想だと思うよ。最終的に敵に回るからこそ味方の売りキャラにあるまじき強さ発揮してたんだと思う。大長編にできすぎくんがいるような違和感を持つ人も多かったと思うし、そこら辺を理由にネームと疑われてたわけだし。できすぎくんはわかりやすくて草確かに吹雪はできすぎくんだ。美馬はどうなるんだろうね。若のこと好きだったみたいだけどポジション的に裏切りそうにないし。多分雫と恋バナするんじゃないかな。ヒロアカみたいな感じでさ、そもそも史実だと嫁なのに逃げ若だと娘になってるからな。元ネタと思われる美馬って女性は同僚が死ぬ時に一緒にいたんだっけ。同僚が死ぬのは彼の死よりも20年近く後だしどんな感じになるのやら。後々みんな難聴来てるしな。クスノキ邸での暗殺の時、若には高氏がまがまがしいクリーチャーに見えたのに吹雪には神々しくも見えていたんだよね。いろいろフラグあったんだな。大丈夫だ逃げ若党には仲間だろうと若の敵なら迷わずぶった切る小次郎がいる。危ういな。確かに吹雪を打つ改変をするなら正宗のところでの話がフラグっぽくなる小次郎かもしれないね。これで以上となります。次回の動画を楽しみにしてください。